あー、また人質助けるパターンか。処刑するってことは、うん、そういうことだよね。スナイパーもいんのか、厄介だな。ここはスナイパーじゃなくてナイフが重要になってきそうだな。あの上のやつやっても良さそうだな。ほい、よいしょ。で言ってもありです。一体仕方ない、死んだ。ああ大丈夫だよね。何が仕方ないんだ。てっきり一人やっちまったかと思ったぜ。よし行きますよ。ジェス、その肉がまさか違うか。うわあ、そういうことか。間違ってなかったわ。それからコックは子供たちに小さな肉の塊を差し出した。満面の笑みを浮かべて。両親の指ってことだよな。えぐいな。あれ、ここ一回ハークと来た場所だな。この先でいいんでしょ多分。うん、もう離れすぎたか。そして奴は笑いながら両親に火を放った。おお、マジか。その子供がジェス？そういうことだよね、多分。それからあいつはコックと呼ばれるようになった。違うかな。どこまで行くの？お、着いた。見晴らしのいい場所に行く。あそこか。ささっていこう、ささっと。着いた。敵いるね。あれか、コックさん。まずは奴に消えてもらってから。始末したのは俺だ。すれ違いざまの、よいしょ。やばい。よろしくないですよ。まああれは解放したけだから別に。その距離で火炎放射器は届かんだろう。はい、終わり。おお、爆風でやられた。ほい、よいしょ。やっちまったな。ごめんよ、ちょっとそこまでは
どうした？何があった？どうしたおめえかわいそう。大丈夫か？一体誰にやられたんだ？オッケー、終わり？ダッチの言った通りだった。コックが死んだのに何も感じない。ずっとこの男を見つけて殺そうと思ってきたのに、今はどうしたらいいかわからない。まあよくある感じだよな。ジョージさんの予想通りなんだ。カルトのこともイーライのこともあんたについて言ってたことも当たってるのかもね。だからその背中を守ってほしくなったら連絡してもいいから。それとありがとう、いろいろ。うん、素直だね。イエーイ、やったべ。もうこれで懲りたはず。あー来たよこれ。多分お迎えが来る。お迎えが来る前にちょっと拾えるものは拾っていきたい。新しい武器が解放されたね。どうせ来るでしょ。なんかクマに追われてる。捕獲部隊が接近中。やめて。なんかその先に敵の反応があるな。急にお、お前どこにいたんだよ。絶対視界にいなかったぞ。やべえ、クローク使ってんのか。また連れてかれたよ。どっちか一人くらいは。もう嫌だ。おう、ファーザー。それは君だけではない。妻がいたんだ。美しいだろう。初めての子を身ごもっていた。私は父親になることに怯えていたんだ。金銭的にも不安があった。だが彼女は何とかなると思っていた。そう信じていた。そしてある日彼女は出かけ、事故に遭い、神に召された。病院に着くとすぐに管だらけでピンク色をした小さなものを見せられ、気を確かにと言われた。娘はきっと大丈夫だと。神の存在を感じた。私は彼女と二人きりになり、我が子を見つめた。彼女には私しかいなかったのだ。だが地位も財産も私には何もなかった。何も。唐突に神が私を試していると分かった。私の前に一本の道を示されているのだと。彼女の頭に手を置いた。そしてその匂いを嗅いだ。
私たちは祈った。知恵と強さを授かるように。そして私は神の計画を理解した。彼女の顔に止められたプラスチックの管を二つの指でつまんで締めた。彼女は足をバタつかせ、そして終わった。静寂、解放だ。神は与え、そして奪う。苦痛、それから犠牲、全てが試練の一部だ。神に仕えると証明しなければ何を求められようと。よくやった。いやー、また聞かされる。耳を閉じろ。うわー、ダメだ。これまたあそこに行くのかな。なんかタイムアタックみたいな。だね。よいしょ。はい。結構武器がおしゃれなんだよな。なんかちょっと動きが鈍い感じが。リロードして、後ろにもいる。まあ、いや、無視しよう。絶対に全員やらないとダメなわけじゃないもんね、多分。こっちじゃない、この先。おお、よいしょ。あとはその先。オッケー。おーっと、危ない。ちょっとラグい感じがするね。こういうもんだったかな。よっ、頭いっこ。よいしょ。うるるるるる。リロード中に飛ぶのはよろしくなかったね。オッケー、ダブルキル。んで、またここ下って、ここまで行ってたっけ前回。よし、全やったか。ほら、痛い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 、痛すぎる。こっちか。やった。おお、目の前。おお、やった。戻ってこれた？もう戻ってこれたっぽいね。うわー、死体が。我々は強くならなければならない。ほうほう。また飛ばされたな、俺。それじゃあ、とりあえず
ここのメインミッションはない感じ？この辺とか多分あれだもんな、違うエリアのはずだよな。だね。まあサボってクリアしてないところだから。うん。ああ、でもまた来るか。最近のお前は音沙汰なしだ。うん。ホワイトデールに手を貸してくれると助かる。よかったらウルグズ電力。ああ、来たね。仕事がたくさんあるぞ。了解だ。これでフラグが立つわけだね。どこだ？どこって出てきたっけ？表示されない。まあ、とりあえずこの辺のサブミッションを受けていこうか。すげえ攻撃されてる。ヘリが飛んでるんだよな。お、やったね。素晴らしい。おお。いやいや、激しすぎるだろ。落ちろ。リロード。よし。いきなり来るな。とりあえずね、まあ、近くにメインミッションがあるのに今気づいたので、これをクリアしていきたいっていうのと、あとはパラボラアンテナを破壊するっていうやつね。まあ、前回なんかやらなかったような気がするな。受けたけど、なんか距離が遠い気がしてなのか、まあなんか勘違いしてなのかわかんないけど。これあれか。爆弾じゃないと壊れないやつか。こいつだな。ほい。OK。これロケランあった方が楽だな。よいしょ。届かない。この上に登って、お、よし、これ無理なやつかってなると、敵がすごい来るんだよな。どうなってんだ。また連れてかれる？てかあれか、アンテナが立ってるから来んのか。そういうことだ。なんかそんなこと言ってたもんな。敵の位置が、敵の位置とか、なんか場所がバレてるだ、どうのこうの。多分破壊しない限り永遠に来る。こっから登れるな。よいしょ。どれだ、これか。ほい。よし。あと一箇所。あれ、届くかな。ほい。届かんな。無理だー。カードに頭ぶつけたわ。ジップラインで行けばよかったな。アンテナのマークがなくなったぞ。ちょっと待てよ。とりあえずメインミッション、こいつをマークしといて。あれ、また受けないとダメなパターンではないか。ああ、で、出たね。だから高い位置から行けばいいんだな。そっから、まあ、下っていく感じで、よいしょ、いけばいいんじゃないかな。爆弾にセットして、よいしょ、まずは1箇所。
で次がこの上。ちょっとヘリ、あ、素晴らしい。爆発させて、んで次はあそこだ。待て待て、その前に敵を片付けよう。どれが敵かわかんない。大丈夫か。待て待ってくれ。上だな。結構打ち込まないと落ちないな、さすがに。おう、痛すぎる。よし、これ届くんじゃないの。ほい、無理だ。回収します。ちょっと待って、早く行かないと。こっちだな。グラップルで、よいしょ、急げ急げ。ほい、オッケー。おお、攻撃してくるんじゃねえ、なる。今の動きおかしくないか。お、ちょっと待って、これもやろうか。このチャレンジ系もね、ちょこちょこやってはいるんだよね。5月10日までの数週間、宇宙史上最高のスタントマンであるクラッチ・ニクソンはバギーラ、缶を投げるっていうのがあるんだけど、さあ行くぞ。いてていて、俺のドライビングテクニックを。エクストリームレーシングピアで鍛えた ATX テクニックを見せてやるぜ。ちょっと待って、 OK、 この下りはまずい。うわ、回転した。危ない危ない。よいしょ。ああ、ここ覚えがあるな。よいしょ。まったくだぜ。これ自動処理なかったら絶対に爆発してるだろう。よしよし、いいよいいよ。まったくだ。ああ、言ってるそばから。待って、これジャンプ届かないやん。あかんやん、これ終わりや。だってこれ水の中入ったら終わりだもんな。ビークルが破壊した。いやー、壊れたな。もう一回行こう。まあ、ある程度コースはなんとなく分かったから、次は多分いけるでしょう。でも一人称視点ってのもね、なかなか難しいんだよな。よしよし、落ち着いて。もう多少、ああ、ここだよ。よいしょ。あれ、パラシュート開いたら確実に終わりでしょ。ほっ、まったくだ。うっちー、やばい、タイムロスタイムロス。いや、まだ取り返せるね。よし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 。オーケーオーケーオーケー。まったくだ。ここだな、ここで。よーし、いいライン。バカ、ダメならライン。まだいける、まだいける、まだ10秒ある。よしよし、落ち着いていこう、落ち着いて。あれ、ゴールじゃない。
オッケー、素晴らしい。難しいな。よっしゃ、バギーラ。お、シャイニングシー、ボート置き場で解除。新しい乗り物、船だね。それじゃあ、メインストーリー進めていこうか。乗り物、敵いた今。よし、結構上だな。ヘリがないといけないパターンかこれ。あー出た、妨害装置を破壊。あーこっから登れそうだね。了解。これ RPG で遠くから狙った方が楽だったんじゃないか。あでも武器屋が目の前にいるね。RPG を撃っておくれ、撃ってくれというか切り替えさせておくれ。どれを、スナイパーでいっか。よし、あれだね、もうこっから狙える。あれ壊れない。これ登っていかないと壊せないやつか。これ敵？敵だな。間違えた。ナイフセットされてると思っとったらダイナマイトだったわ。痛い痛い。よし、どこ落ちた？これか。根元から行かないと壊れないパターンか。ちょっと待てよ。ほい、壊れないね。あーやっぱ登らないとダメか。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、普通に死ぬぞこれ。よいしょ。あーあの白いやつかな。いや、違うわ。あ、それで壊れんの？それでいいわ。次の塔は北東よ。ホテルを見下ろす崖の上。ウィングスーツを持ってるなら使うといいわ。ぶつからないようにね。了解。そこか。待って、これ。連れてかれるよ。離れた方がいいか。連れてかれた。飛んでる最中に。